それではただいまから地位定例記者会見を始めます。ご質問のある方は挙手をお願いします。またご質問の際は社名とお名前をおっしゃってください。毎日さん。毎日新聞の柿沼です。よろしくお願いします。今回の台風のによる犠牲者がかなり出てますけども、この犠牲者についてですね、氏名を公表するかどうかということについて県のスタンスを教えてほしいんですが、各警察署に取材するとですね、市町村に、が発表するので、取材には答えられないと。一方で市町村の方は警察から情報をもらっているので、詳細は分からないといったようなお互いそんな状況なんですけども、このまま多分警察はその鑑識の結果とかですね、そういうのを待ってるのかなとも思うんですけども、このまま発表されないっていうことがあるのかどうか、先ほどの対策会議でも県の方からは主体的に発表しないというような対策課長からの答えもあったんですが、その辺どう捉えているのか、方針などあったら教えてください。はい、昨日そして今も、皆さんからそういったお話をいただいております。そういったご意見真摯に受け止めた上で、改めまして県といたしましては、災害における犠牲者の方の氏名については、犠牲者の方やそのご家族等のプライバシーを尊重し、これまでも災害対策本部としては公表をしていないところであり、今回も従来と同様の対応を継続してまいる考えであります。福島県の場合、原発事故で県外に避難している方も多くてですね、県を越えて全国から大丈夫だろうかって心配されている方もいらっしゃると思うので、ぜひ前向きに検討していただければと思います。こういう問題もあるということを指摘しておきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ご意見として受け止めさせていただきます。ありがとうございます。民有新聞水野と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。知事ですね、今日被災地の方を視察されたと思うんですが、はい、率直にですね、この被害現場を見て、はい、知事どのように感じてですね、はい、どういったこう支援が必要なのか、そう感じた点を教えていただけますでしょうか。はい、本日は鏡石町、須賀川市および郡山市の被災状況を確認をし、市長さんや町長さんをはじめ地元の方々から直接今回の甚大な被害の状況を伺うことができました。まず鏡石町の成田地区では、阿武隈川の堤防の決壊によって広範囲にわたって農地が浸水をし、米、野菜などに甚大な被害が発生をしておりました。またその周辺の人家あるいは店舗等でも大きな影響を被っておられました。まずこういった点を拝見して、被害を受けた農家の皆さんの支援に全力を挙げて取り組んでいかなければいけないと考えております。次に須賀川市の立取町でありますが、浸水によって尊い命が失われた現場を2カ所拝見をさせていただきました。災害に遭われた県民の皆さんもの一刻も早い生活再建に取り組んでいくことが必要であることと、まさに皆さんが本当に汗を流しながら泥だらけになって自宅あるいは会社等の片付けをしている姿を拝見をし、やはりボランティア等のですね、さまざまな多くの方々の力が必要であるということを感じております。こういった点について社会福祉協議会あと自治体と連携をしながら、それぞれの家屋であったりお店の方々ができるだけそういった人的な支援をいただきながら速やかに対応できるようにぜひサポートしていきたいと考えております。また郡山市では大瀬川からあふれた水が浸水をした赤城小学校の状況
これを校長先生の案内をいただきながら確認をしました。学校再開に向けて懸命に現場で活動されている先生方、あともうここ数日生徒さんの親御さんたちが自らボランティアで参加をして、体育館あと教室の一部がすでにきれいになっていました。私自身はまだ全く手つかずの場所とそれからきれいになった場所両方拝見しておりますが、まず手が入っていないところは本当に大変な状況、厳しい状況でして、ここから手をつけて今の現状のようにきれいに服するのにどれだけ皆さんがご苦労されてきたのかなということを本当に肌で感じました。こうしてすでに復旧に向けて頑張っていただいている先生方や親御さん、あと地域の皆さんに心から敬意と感謝の意を表したいと思います。現場の皆さんは赤城小学校はやはりちょっとまだ少し時間がかかるというのが現実ではあるんですが、なんとか子どもたちの笑顔をできるだけ早く本来の小学校の場でスタートさせたいということを懸命に話しておられました。今後郡山市、あと県教育委員会、あと文部科学省もすでに視察に来ていただいているようでありますが、皆さんで力を合わせてこういった学校再開に向けて取り組んでいかなければいけないという思いを新たにしております。やはり今回の災害ですね、視察を通じて台風19号による被害の大きさ、またこれから復旧復興を進める上での課題の大きさや重さを目の当たりにしております。まず被災箇所の早期復旧、被災された方の生活再建に向けて全力を挙げて対応していこうと思っております。また明日は二本松市、本宮市、いわき市の被災箇所を視察をしてまいります。でまた日々課題が変わってまいります。やはりいろんな状況で進捗するがゆえにまた新たな課題が生じてくるという部分もありますので、今後対処すべき多くの課題、またその時点時点で臨機応変に受け止めながら全庁一丸となって対応を進めてまいります。その他はございますでしょうか。まとまわしゅうかさん、 NHK さん。 NHK の高須と申します。はい、本日、須賀川市の視察に行かれたときに、はい、直接その被害に見舞われた住民の方と対話をされる様子を、はい、見させてもらいましたけれども、知事がそちらで印象に残っているお言葉ですとか、それを受けてどのように県として対応していかなきゃいけないと思ったのか、はい、そのあたり教えてください。はい、須賀川市のあの地区は、本当に多くの浸水によって1階部分が極めて大きなダメージを受けておられました。で住民の皆さん、あの地域は以前からそういった傾向がありましたので一定の準備はされておられました。ただその準備をはるかに超える一水の被害によって深刻な影響を受けていました。ただそういった中でも今日の段階ではすでに本格的に家屋の片付けに入っておられて、その住宅の方だけではなくて近隣の方々、関係の方がすでにサポートに入っておられて、皆さんがもう本当に懸命にその作業に取り組んでいる姿に本当に感銘を受け、また敬意を表したところであります。一方でやはりこういった問題というのは個々人の部分だけでは解決しないできないところがありますので、現在それぞれの自治体と社会福祉協議会、こういったものを皆さんで窓口をしっかり作ってボランティアの受付をいただいて多くの尽力をいただきながら当面対応していく必要があろうかと思います。あとやはり非常に福島の素晴らしさというとこう正確に伝わるかどうかなんですが、お互いに助け合っているなというのは感じました。非常にですね、体調の悪い高齢の方もおられますが、そういった方々避難されるときにお互いに声をかけながら事前にやはり避難をされたとか、あるいは片付けについてもじいちゃん家はなかなか難しいからみんなで助け合わなきゃいけないんだというようなお話もありました。で一方で亡くなられた方がおられ、そこについてはやはり市の方々ももう一息できなかったのかということを悩んでおられた、そういった点が印象的でありました。
ただまず目の前の状況にしっかり対応しつつ、こういった大規模災害に対して次特にソフト面で何ができるのかということをより強化していかなければいけないということを今日の視察を通じて実感をしているところであります。このカードでございますでしょうか。一番前、はい、写真です。今マイクいきます。今回の水害で福島県が全国で今のところ最も多い死者の数が出ておりますけれども、はい、これだけ被害がですね拡大してしまった要因というんでしょうか、うん、まあその、まあ、地形とかいろいろあると思うんです、まあ、夜の災害とかですね、まあ、死者の方亡くなった方を見てみると、まあ、相変わらず高齢者が多かったり、あるいは移動中に流されてしまったというケースもありますね。その辺父今どういう分析をしてこれからどういうふうにしていくべきなのかということについて、はい、はい、まだ正確に分析をするという状況ではないんですが、ここ数日で私自身2点感じているところがあります。特に今日現地視察をしながら感じたのは、皆さんが以前の 8.5 水害の時に比べて3倍の高さまで来たという表現をされていました。従前も非常に大きな水害が発生したんですが、その時に比べて3倍の高さ、要は当時も1メートル近かったと思いますが、もう2メートル3メートルというレベルで今回はその水害に襲われたということであります。で、従前やはりそれだけの大きな災害にあっておられるので、そういったイメージは皆さんの中にはあったんだと思います。で、その災害にまず対応しなきゃいけないという危機意識はもちろん持っておられたと思うんですが、やはりそれをはるかに上回る災害の規模だったがゆえに、今回そういった亡くなられた部分もございますし、あと家屋の状況も含め、やはり我々のそういった思いを超えた部分があったのかなという点がまずあります。したがってこういった想定ハザードマップもですね、例えば須賀川市郡山市でも拝見をしながら、現地を見たんですが、まさにそのハザードマップのエリアの中全体が今回そういった一水被害を受けていました。したがってそのハザードマップの作り方も従前の災害もちろん前提にしながら作るというのは一般的な対応ではあるんですが、今回の状況というものを勘案するとどこまでこう想定したらいいのかというところをまず検証していかなければいけない、これが1点目かと思います。そして2点目はやはり災害弱者の問題だと思います。特に東日本大震災以降、要援護者に対する対応というものは各自治体非常に丁寧に取り組んでおられます。どこのお家にどういった方が住んでおられてどういう状況かということを民生委員の方のお力も借りながら一定程度リストアップをして、特に今回のような台風の場合は事前にある程度こう期間もありますので、早期に避難をしていただくためにお手伝いをする、サポートをするということで準備はしていただいたと思います。ただそれも手上げ方式といいまして、自治体によって異なる部分あるかもしれませんが、助けてほしいといった方に対してはすぐ対応ができるんですが、手を挙げられない方に対してそこまでしきれていない部分も一部あったかもしれません。したがって要援護者対応というものに対して自治体によってもまた取り組み方違うとは思うんですが、どこまでやったらいいのか、こういった点ですね、今回の台風災害の結果を受けて改めてきちっと総括をしていかなければいけない部分があろうかと思います。ただやはりこれそれぞれの自治体の状況ですとか受けた災害の状況によって違いますので、一律のルールということではないかと思います。いずれにしてもまだこの数日間での印象ですので、今後時間をかけて検証し、また次の災害により強化できる形でソフト対策進めていかなければいけないと考えております。その他はございますでしょうか。時事通信の清水です。台風19号が直撃した際に、はい、知事はヨーロッパ外遊中でしたけれども、本来は12日に帰国するのが、飛行機が欠航して14日に帰国するという形になったかと思います。現地でどのように情報収集とか対応の指示に当たっていたかというのをお伺いします。はい、今回私自身が
ぜひ12日に帰るという前提で日程を組んでおったんですが、結果としてその便がですね、半日ごとにずれていきました。できるだけ早い便を確保するということで、その時点時点では一旦取れたんですが、それが結果として次の便がダメになる、またその次の便がダメになるということで、結果として昨日に至ったというところでございます。でしたがって、まず早期に帰国できる対応をさまざまな方のお力を借りながらやりながら、並行して宿泊をしていたホテルでずっとですね、継続をして現地の状況というものを確認しておりました。ホテルにおいては通信環境が安定しておりますので、日本のテレビのニュース等も見ることができました。また県庁からも随時情報が上がってまいりますので、こういったものを確認をし、例えば災害対策本部の設置、あるいは自衛隊への救援の要請、さらに災害対策本部にはテレビ会議を通じて参加するなど、現地においてできることはすべてやるという思いで対応しておりました。また特に後半は各市長さんや町長さんにも直接ヨーロッパから電話をしまして、どういった状況になっているか、困った部分ないかというお話をし、その上で必要なことはまた副知事等に指示をして、現地の思いというものをヨーロッパにいながらもできるだけ反映できるようにこちらからお話をした点もございます。ただやはり今日も改めて感じておりますのは、やはり遠隔で最善を尽くしたとはいえ、なかなか十分できなかった部分、やはり現場を見ることが直接できなかったという点はやはり感じるところがございます。今回の日程の組み方、なかなか結果として特にベルギーにおいてですね、欧州委員会の幹部と直接お会いをして、今後の EU の輸入規制についてお話ができるというものが最終日だったということもあり、結果としてこうなったという点を重く受け止めております。わかりました。もちろん台風来るっていうのは外遊の日程を組んだ際ではわからないと思うんですけれども、台風19号っていうのは、事前に過去最強クラスとかっていうふうに言われたりしていまして、そういう中で知事不在の中で、この万全の体制っていうのはご事前に取れていたんでしょうか。はい、まず台風が襲来する時点において県の災害対策本部の立ち上げからですね、また県としてなすべきことは、私自身がヨーロッパにいながらも実質的に県庁にいて指揮をしているのとほぼ同じ状態だったと思います。したがってそういう意味では対応はできていたかと思います。ただいずれにしてもやはりこれからの部分も含めてなすべきことがたくさんありますので、今こうして福島に戻ってきて日々現地を拝見し、また市町村長さん、地元の皆さんからお話を伺いながら、県としてできることを最大限やっていくことが大切な責務だと感じております。すいません、自由通信社の柏と申します。はい、今のところ県内各地で断水が長く続いていて、はい、今後も見通しが立たない地域もありますが、知事として の認識と今後県としてどのように対応を取っていくのかお聞かせください。やはり県民の皆さんが安心して暮らしを営むためにもインフラの復旧が極めて重要です。電気、ガス、水道、あるいは交通の便も含めてですが、こういったものを一刻も早く取り戻すことが重要だと考えております。県内の各地で今回の台風19号によって、断水が生じています。この点について関係の機関と力を合わせながら、まず臨時の復旧に力を入れているところであります。でその上で当面の対応として、市町村、あと自衛隊、他県さんのお力も借りながら、当面の給水車の配置であったり、市民あるいは町民の皆さんに対する臨時のお風呂の提供等も自衛隊のお力も借りながら進めていきたいと思います。また一方でこの断水しているがゆえに、その汚れた家を片付けるにも水の力がないとやはりできないんですね。今日私が伺ったところは水が使えていたので洗い流すことができる地域でありましたが、一方で市町村長さんと電話で話していて、水がないのでその洗うことができないんだという悲痛なお話もいただいております。でそういう意味でもこの断水の影響、停電ももちろんそうですが、
こういった公共インフラの復旧もうできるだけ早くできるように関係機関と力を合わせて取り組んでいきたいと思います。予定の時間となりました。あ、どうぞ。じゃあ、はい、最後あの一番後ろ家屋新報さん。家屋新報の神田です、はい、先ほどの氏名の公表の件 です、ね、はい、調べてみますと宮城の方では、まあ、県警にはなるみたいなんですが公表はしている事例はあるようなんですね。で先ほどの知事は犠牲者の、あるいは家族のプライバシーがあるのでなかなかそれはという話をされてましたけども、まあ、一方で、まあ、今回もいわきのようにまた後になって出てくるというような事実を見てみるとです、ね、どうも今おっしゃったようなその、まあ、犠牲者および家族のプライバシーという部分をちょっと、重きを置きすぎてちょっと萎縮してしまっている部分というのを私は理由はよくわからないですけどもあり得るとすればです、ね、むしろここでは積極的に公表するというような部分をです、ね、姿勢を示すのも大事だと思うんですけども先ほど本部としては発表しないとおっしゃってましたけども例えば市議として県警なりそういう機関に対して呼びかけるというような予定というのは今のところないでしょうか。さまざまなこうご意見あろうかと思います。また47都道府県ございますが私が知っている範囲では宮城県さんのような事例は比較的少ないのではないかなと思います。でただいずれにしても災害における犠牲者の方の氏名については犠牲者の方やそのご家族等のプライバシーを尊重し従来と同様今回もそういった対応を継続をしていく考えでございます。よろしいでしょうか。あ、じゃあどうぞ。政治向きなんですけど、はい、自民党の二階幹事長が、うん、ほどほどで収まってよかったって13日の会議でおっしゃってたんですけど被災県の首長としてご意見あればお願いします、はい、そういった内容報道で拝見をしております。今まさに有事の時であります。国においては激甚災害の指定をはじめ迅速かつ的確な対応をお願いしたいと思います。それでは以上で知事定例会見を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。